サンリオファンタージェムは、千葉県船橋市内の大規模ショッピングセンター、ララポート2に存在したテーマパークである。およそ1985年から、株式会社、サンリオ社長室内に直轄部署を立ち上げ、将来的な新規事業開拓のためのプロジェクトによる企画、立案を開始した後、サンリオ銀座ギフトゲートに続くプロジェクト第2弾として、 事業化を行った屋内型ミニパーク。館内のイメージは、ドイツのローテンブルクの街並みを模したもので、サンリオファンタージェン開業プロジェクトが、後のサンリオピューロランド着工への足がかりとなった。サンリオファンタージェンの着工日は1987年8月1日で、開館日は1988年3月25日、閉館は1995年8月31日。 株式会社サンリオがおよそ1985年に社長室内に直轄組織の新規事業開発室を設置し開発及び運営と事業展開ノウハウの獲得に乗り出した事業展開の一つで運営コンセプトは夢が現実となる街いつも何か楽しいこと不思議なことが起きる街の2点で単なる商業施設の範疇ではなく物を売る現場から 環境の楽しさや夢を売る場所としての新しい提案を含んだ新商業空間のあり方を提案した点が最大の特徴だった。株式会社サンリオがおよそ1985年に社長室内に直轄組織の新規事業開発室を設置したことをきっかけとして自社開発キャラクターの運用ノウハウの獲得とともに来るべき将来に対応した。 テーマパーク事業の運営知見を得るため、当時のサンリオ銀座ギフトゲートに続くプロジェクトとして、船柱ラポートの拡張に伴って、船柱ラポートにないの区画にサンリオファンタージェンを設置開業した。同施設は1987年2月に着工し1988年3月に竣工。企画は市場開発部の社員によるもの、施設内。 スペシャルエフェクト特殊効果は、米国ランドマークエンターテイメント社によるもの。施設名の、ファンタージェンは、企画担当の宮崎よ美小島よしみが、ミハイル・エンデ作の、ネバー・エンディング・ストーリーに登場する空想し、想像する心を持った人にしか見えない国の名称を、オマージュし名付け、同物語に由来する、二人の子供が空想の街。 ファンタージェンを訪れる設定で企画立案させた宝探し謎解き絵本を執筆、編集した。その絵本のストーリーをもとに各ショップや施設をシンクロさせ設計していくという画期的な方法で作った施設となった。サンリオファンタージェンの事業家業務においては当時の市場開発部、直販部、商品部、情報システム部、 新規事業開発室のメンバー合計十数名が専門チームを編成し、ドイツにロケーションハンティングを行い準備を重ねた。出展建築家の石井和弘による設計で広報監修は岸谷光一が行い、志向は三井建設が担当。志向主はララポートでサンリオがそれを賃貸する形式を取り、およそ20億円を投じて内装を施した。 施設全体は中世ドイツの街並みを模した大型複合店で、外角は城壁に囲まれており、建物上部をドームで覆った構造。建物の敷地面積は約938平方メートルで延べ床面積は約1931平方メートルの2階建てで、吹き抜けの天井部分はテフロンマックサスペンション構造屋根で外構の約1、5、 最高可能な高耐久性膜構造物で覆った構造体で膜構造物の材質は当時の東京ドームと同様。こうした膜構造物によるドーム構造は商業施設では当時日本初の試みだった。内部には高さ約25メートルのシンボルタワーがそびえ立ちタワーを囲む形で中世ドイツの街並みが再現され、ギフト商品、子供服、玩具、 聖火、ドラッグストア、レストランなどの合計十八店舗が立ち並び、初年度の年賞は十四億円を目指して開業し、九百八十九年時点の売上は当初予測を上回った約二十二億円だった。施設内には特殊アニメーション技術やロボット技術を活用した仕掛けが約十パターン組み込まれており、照明効果も当時の技術を駆使して朝から昼、 有形に至る様子をドーム内に再現し、店舗照明と連動した舞台用照明装置による空間演出が施されていた。これらの空間演出効果は辻慎太郎の原体験をもとに再現されたもので、子供から大人までファンタジーの世界を体感してほしいといった願いが込められていた。ローデンブルグをイメージとした坂道や象径があった施設内は、 本物の街並みを約1、2に縮小して建設した。中央広場ではミニコンサートも開催することもできた。このサンリオファンタージェンのオープンによってララポート2の集客効果は約2倍の効果があった。出店サンリオと米国ランドマークエンターテイメント社による共同企画、設計による特殊効果と仕掛けが店内の各所に配置されていた1階。 2回出ありがとうございます。